豚松、村上元蔵の小説、次郎朝三国志』に、三保の豚松として登場。清水次郎朝敗下の、清水二十八人衆に数えられる、三保の松五郎は、かつて実在した、日本の教閣である。本名、出生名等は伝えられていない。実際に、石岩、石岩であったのは、豚松であり、講談、浪曲、映画等に描かれる森の石松の設定は、 豚松からの流用であるとされる。正確な生年月日は不明であるが19世紀中頃、1840年前後の時期、駿河国有渡し軍三保村の漁師の家に生まれる。道村には駿河湾に望む継承地三保の松原があり、清水港はほど近かった。平岡正明は、二郎町の父親が南戦して八丈島に漂着した時、 ブタ松の父親も一緒に漂流した組で、父親同士が友人と書いている。自郎町のジップ、保文野三江門は、清水港の船持ち先導であった。地元出身者を古文に迎えない方針であった、自郎町がブタ松を例外としたのは、双方の父親の関係によるという。今川徳造は、清水港にブタ松が現れ、フラフラしていた頃には、 すでに赤眼であったとする。喧嘩で顔を切られて眼球が飛び出し、あまりの行走に切った人物は逃げ出したと言い,い、自力で眼球を眼下にはめて医者に行き、治療の間は、吉子の不死を歌っていたと伝えられる。今川は、この説が、刈谷半々氏、松本啓道が1848年に左目を失明した時の有名なエピソードに告示していることを指摘している。 平岡正明によれば、1864年に起きた、次郎長一家と平井一家二代目の雲深亀吉との二度の喧嘩を平井村の役と言い,い、重傷を負ったのはこの時であるという。山本哲舞が次郎長に聞き書きし、次郎長の生前に上司した東海遊教殿には、第13回、超五電劇祭大衆豚松ぶりイサム不重奏という章があり、 豚松の勇猛とその重傷が描かれている。東海遊郷伝の道章には、豚松は一人で五人を相手に戦闘し、まず左腕を切られ、次に右顔面を切られたが三人を倒した後、切断された腕を接着しようとしたが無理だったので、投げ捨てたところ、仲間に親にもらった体を捨てるなと言われて拾って、帰った胸の記述がある。道章の末尾には、その翌年には、 傷が癒えたので、金を破って飲酒したところ、回復せずに死んだ胸、書かれている。今川によれば、腕を切られたのは別の時期であり、1866年2月10日、海の国八代郡上黒駒村の黒駒活動が、三河国宝半軍がマゴー村に殴り込みをかけた際に、豚松は左腕を切断する重傷を負ったが、それでも、活動一味を追い込み、 引き上げる段になって、左腕の損傷を仲間に指摘され、おや、ねえやと言ったという話が残っているとする。今川は、年明けすぐに、伊勢国公人山で勃発した公人山の喧嘩の直前であり、この時点で、活動が、鎌氷の殴り込みを行ったかどうかは、怪しいと指摘する。今川は、それとともに、腕の木三郎の物語に告示している点も、指摘している。 同年5月22日午前10時、神戸の長吉、平野二吉、大勢、小政、大瀬半五郎、正松,松村七五郎、増川千右衛門、奇妙院、常五郎、桶屋の二吉、大野の鶴吉らと共に、豚松子と、三穂の松五郎も、あのう徳一家と戦闘した、皇人さんの喧嘩に参戦したとされる。東海優京殿では前日のようにすでに左腕と、 右目の重傷を負った時点で死んだと記述されているが、明治維新後の1871年に行われた、公人さんの手打ち式の終了直後に撮影された、清水一家の集合写真には、右目に古傷を負う青年の姿で豚松も映っている。今川徳造によれば、豚松は、いわゆる、三、下奴ではなく、一家を構えた親分であったという。次郎長が死去したのは、 1893年6月12日、満73歳であったが、この時点での豚松、あるいは、美穂の松五郎の消息は伝わっていない。梅影前寺には、次郎長、次郎長夫人のお長、大勢、小政、増川千右衛門の墓もあるが、豚松の墓は不明、没年も不明である。静岡県議会議長を務めた村本清作が表した、次郎長公団にも、 ブタマツに一章が裂かれている。フィクションであるが同年に、オール読み物に連載されていた、村上元蔵の小説、二郎朝三国史でも、見穂のブタマツに一章を当てている。史実において、ブタマツが、清水28人衆であった時代は、正確には伝えられていないが、1864年から1871年をカバーする時期であったことは明らかである。そもそも、 清水28人衆には架空の人物も数えられており、老極詩の三代目、神田白山の創作であるとされる。三代目、白山の挙げる、清水28人衆での豚松は、三穂の松五郎と表記され、村上元蔵の小説、次郎朝三国志》では、三穂の豚松と表記される。 森の石松を赤岩の設定にしたのは三代目白山であり、豚松の史実を石松に追わせたものであるとされる。東海有京殿に三州の石松として登場する三河国出身の石松を遠州森の石松と変更したのも三代目白山であり、村松松夫であった。平岡正明は石松の実像を気のいい小柄な男で固めでもどもりでもないと記す。 牧野正宏の代表作とされる映画、二郎朝三国志、二郎朝三国志の二つのシリーズでは、それぞれ加藤大輔、佐藤誠也が演じている。映画、二郎朝三国志は、村上元蔵の同盟の小説を原作にしており、第一章、桶屋の鬼吉に始まり、東海遊教伝を書いた、天田具案を描く第二十二章、天田子、講談、名も、 高木富士の山本を創作した三代目、神田白山を描く第23章、神田白山で終わる、全23章で構成される同作において、豚松を描く、三穂の豚松は、第11章にあたる。映画においては、東宝版では、第4部に漁師として初登場、二郎町一家に加わりたくて、引っ越し宿と称して魚を持ってきたり、 自郎長が開いた相撲工業で力士に勝ったりと、盛んにアピール、いよいよ一家に加わるという筋である。1953年11月3日公開の第5部では、当初、加藤大輔の豚松を物語の主役に置き、第6部でも出番が多い設定であったが、加藤が7人の侍の七郎寺にキャスティングされたため、第5部の撮影現場に、 ブタマツ殺せコウモリイワオの電報が届き、急遽マキノは、ブタマツが第5部で死ぬ設定に変更した。第5部のブタマツは、親分と何度も、次郎長の故障を叫びながら死んでいく。会社側の一方的なスケジュール上の都合で途中、降板した加藤大輔と、ブタマツのため、次郎長三国志第八部街道一の暴れん坊では、法事が営まれるとともに、 ブタの母親が登場する。東映版では、二郎長三国志第3部と第4作の、二郎長三国志サン・ゴ殴り公衆に登場する。片岡知恵蔵が、二郎長を演じ、松田貞ダが監督した、勢揃い東海道では、森の石松はすでに登場せず、ブタを、坂井春二が演じたほか、重複して、勝木キ・リ二が演じる、ミ本の松五郎が登場する。 酒飲みねえ、寿司食いねえ、江戸っ子だってね、神田の生まれよで知られる二代目、広沢虎像の老曲、石松三十国仙道中の原型は、三代目、神田白山の創作である。江戸っ子が石松に対し、清水一家で一番強いのは、大勢、小政、大瀬半五郎、増川千江門、法院、大五郎、大岩家三五郎、と挙げていく中で、 ブタマツは9番目のミホの松五郎、12番目のブタマツと重複して登場する。16人挙げたところで、王政の次に石松を失念していたことを忘れていたことを思い出す、という数字である。この下りのあった時期は、設定では、文久2年の3月半ば、つまり、グレゴリオ歴では1862年4月13日前後に、当たり、史実においては、 ブタマツは存命であるが、石松は2年前にすでに死んでいる時期である。ブタマツあるいは、美穂の松五郎が登場する、主な劇場用映画、テレビ映画の一覧である。公開日の右側には、ブタマツの形式でブタマツを演じた、俳優名と共に、石松、次郎長を演じた俳優も記した。東京国立近代美術館、フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。 ありがとうございます。